サンフラワー・筑波は、ブルーハイウェイライン並びに、後ろ身の商船三井フェリーが運航していたフェリー。初代、サンフラワー・札幌の代替船として、大洗港・苫小牧港航路に1998年に就航。船名は、茨城県民から公募された。当船の就航に伴い従来船、サンフラワー・大洗は、大阪渋志航路に転属された。 大洗苫小牧航路の貨物需要の飽和状態と旅客需要の減少傾向を反映し、サンフラワーミトを実情に合わせた改め設計した建造で全長は192メートルとさらに延長され全幅も拡幅し、従来7レーンの車両甲板を8レーンに改めたことで車両搭載台数を増加させた。また機関出力も若干増加し、 船体長の延長による抵抗の減少と合わせて定時運行率を向上させた。客室設備は需要に合わせ従来船より定員を減らしたが、一等 A などの上等級設備はサンフラワーミトと共通。また、客室前方には従来船で一旦姿を消したラウンジが設けられた。2001年には大洗苫小牧航路の商船三井フェリーへの 軽承に伴い同社一貫。主に23時代執行の夜便に使用。2005年にはレストラン営業を乗船時に案内所で注文を受け付ける3食、セットメニューのみとし、その他は自販機のみの協食としてレストランはイートインフロアに変更された。2006年12月28日の運行をもって、商船三井フェリーから引退、同じく夜瓶に用いられていた。 サンフラワーミトと当選が東日本フェリーニューレインボーベルニューレインボーラブと10交換されムロラン港に軽船。改装の上でムロラン直江津博多航路に用いる計画が立てられ2007年4月にはサンフラワーのマークが消された白い胴体にファンネルを青く塗り替えられた上でフェリーつくばに改名された後計画は頓んざし7月に海外へ売船。 2008年より大幅な改造を受け、ギリシャのアネックラインズでエリロス号としてピレウスハニア航路などに就航している。船内はフィンランド建築を基本としたインテリアデザインでスカイブルーのカラーリングや木材の質感を組み合わせる形とした。設備は A デッキにレストランを配した以外は B デッキに集中させ移動の利便性を確保する形となっている。 ありがとうございます。